青が夜桜、赤がジュピターとなっています。先に攻めるのはジュピター。やはりメロのスナイパーに注目かかりまそうすですけども。ね。ハムスターを何度も倒したスナイパーなんで。しかし、ファーストバッターラミリス。先端抜かれましたね。ペインマッチョ続いて一気に4枚削った。長屋勝負は負けないと。さあ、メロが1人削りましたが、楽早いカバーでした。早かったっすね。ほぼ逆ラッシュみたいな感じで上がってきてました。ここから、まあ、夜桜の火力をどう仕切るかですよね、ジュピター。あ、ちょっとす長ごい屋勝勇負多気いですね。でも次はジュピター長屋に人数さらに置いて打ち勝っていってます。これはジュピターいい攻めですね。そう奥ですにね。マッチョがいるんですけども、4番、5番、ラークとザオカスが後ろ速いスピードで来ている。リサキャット耐えるか、ザオカスが倒していく。後ろ警戒していきたい。メロが後ろ見るか。スイッチは成功している。3-on-3。ただ挟まれてるんで、スナビは先に潰していきたいですね。ザオカスとラーク、恐ろしいこの2人です。まあ、こうなると早めに解除されて終わっちゃうんですけども。はい。さあ、メロが長屋を出て、さらに後ろから待っている。11交換で 2-on-2。いやー、ここで打ってしまった。ツーオンワン、残り10秒、時間がない。当てていく。目が止めて。逃げれるか。逃げている。ザオカス止めろ。解除入った。ザオカス、いうわやー、間に合わない。弾当たったかなと思ったんですいけやど、ー、当たったんだけど、0.01秒ぐらいで、解除の方が早かった。成功しましたね。惜しかったっすね。コンカッション投げてる時間がなければやれてましたね。そうですね。まあ、やはりコンカッション投げたいですもんね。見られてる可能性があ結るの。果論でしかないんですけど。本当に0.01秒ぐらいでね。一瞬でしたよね。打ったし。あ、球は出てましたもん。さあ、ファーストバッターは UK がラークを倒して5オン4。これは B 攻め選択のジュピターです。メロが初期にいるんで囲まれてしまう形になってしまった。ここは11交換持っていきました。設置完了。結構バナナに人数置いてますね。リサケットは、ここは上がれば一人で十分対応できてたんですけども、ちょっと今回引くのもったいないですね。上がるというのはそのバナナ側にってことですかそうでね。すね。バナナの高台の方に登っちゃえば、はいはいマッはい。チを潰せたんですけども、足音聞いて。それが今ラーク後どう潰してし響まくったかでと。すね。3-on-3、残り20秒。マッチョ、2-on-2。カットしていく。ラストワン。あゆいけ。いいと強いっすね。マジで強い。第一。守りきりました。さあ、ここから。次はどういう攻めか。A 攻めっぽいですね。ファーストブラッドランポのグレー。A 上がっランていプく。は2人目。そして設置入りました。スモークが晴れた。ちょっだとから怖結い。は構、いやでもい。大丈夫です。人数かけてるんで、投げてる暇がないんで。いい、早めの設置でしたね、ジュピター。フォーン2で。もう早いうち、楽なうちに設置しちゃおうという感じですかね。さあ、30秒切ってます。いやー、リサキャットがラークをカット。メロが最後 SR 決めていきました。2対2。ジュピター追いつきます。やっぱり夜桜としてはスナイパー生かしていきたいですね。ラミレスのスナイパーを駆使していきたいということですね。
おお、ここはチームシューティングカット、ラークをカットしました。まあ、ここでどうタイヤを守りきるかですね。タイヤ開け渡しちゃったら設置はされて。おっと、そのグレネードは。さあ、2、3、人数よりはジュピターです。まあ、ここを、はい、ビを取られて、人数不利ということで。苦しい状況なんじゃないですかね、夜桜。これをどう打開していくんでしょうか。さあ、乱歩設置完了。さあ、裏から来てますけども、気づけるかどうか。しっかりと乱歩反応している。いやー、しかしここはザオカスで、ツンツです。ザオカスが詰めてきているが。いや、まあそこの配信は当たんないんでね。ザオカス勝ってる、リセカットに勝っている。サンドフェーザーを貸す強最後 2-3 の場面3枚全員持っていきましたザーを貸す。いや強、まあ、これがもっと NN の火力枠なんすよ。いや初代王者よくあの敗者裏を勝ちましたね。本当ですね。グレイダーさあ3対2一時交換アンドグレラミに飛んでしまった。自分で自分で警戒していきたいですけどね。はい、第2で夜桜がリードしています。ちょっとジュピター前に出づらいか。結構長いの試合これ勝てる。おお、メロがナイスカバーです。メロのカバー。ザオカスグレード当てます。ザオカスメロのダブルカットしていく。2オン1ラストラーク、ランドとメロが残された。ラックを逃げ切った。3番2回にラークです。設置成功。ラック追い込まれました。ランドがショート立つてラックをラックに来させてメロのカバー入れたいですね。いやーやはりカバー入れましたね。いい見てました。ずっとロックしてました長い中。しっかり立てて3対3追いつきます。このカバー能力です。ジュピタラックじゃないかランドかランドですね。ランドですね。あー、そうだった。相手のグレーですが、ザオカスがその相手を抜いて、1-1交換。ここでグレーを消費させたいですね。さあ、ラミリス SR ここで刺しました。乱歩、ボム落ちです。そのボムをリサキャットが拾って、設置に入ろうというところ。ザオカス。ランド残されたカット、後ろから挟まれている。マジザオカス強い。強いですね。4対3これで攻守交代です。夜桜の攻めになります。さあ夜桜の攻め、ちょっとスモークを手前にミスがきしてしまっていますか。大丈夫でしょうか。さあお互いごちゃごちゃですけど、ちょっとあゆけ怖い位置にいますね。一人持っていったボムが変な。そうか、夜桜ボムなのか。はい、まあこうなると4ユのままグレッション必殺して夜桜を設置させて設置をしていきたいですね。ジュピターはこれ待ちでいいですかね、設置まで。そうですね。でメロが長屋から出てくるの待ってるんで。はい。とりあえず待ちっすね、ジュピター。さあ、ザクラどこに動きを見せるか。長屋中で停滞しています、ザオカスマッチョ。ザオカスがボム入って設置入りました。設置成功。フォーム4での設置成功です。SR のキルが欲しい両チーム。夜桜結構引いてますね奥まで。
メロ、リサキャット。さあここでマッチモノブックの前が消えたんで、さあツンツーラミリスを抜いたらメロラスト1枚ラーク。いやーしっかりとリサキャットを隣に立ちました。メロが暴れますね。いやさすがですね、ここは4対4。いや分からなくなってきたぞ。第1。さあ今回夜桜の攻めは引いてますね、結構引いている。ジュピターたまにあるセンターらしくやってほしいですね。さあ詰めていった。あゆけこれ待ってるポジですね、これどれだけ待ってるか。1枚目2枚持っていく。いこの2枚狩りはでかいっすね。ただランドもマッチ抜かれてて2交換という形になりました。あゆけいつもあそこ待っていつずっと打たないで負けてたんですけど、はい今回ちゃんと打ってくれましたね。そう俺の予選配信で貯めてそうずっと貯めまくった結果先輩超えてたんで今回はしっかりと2枚、今回はしっかり修正してきてよかったですよ。これ1分ザクラこの子からどういう風に攻めるか。一度ボン持ちの店員が帰ってきました。中ジュピターも引きましたね。2番までは来てたんですけど引いています。メロが SR ゴムが落ちてしまった。あこれはガンミスね。メロのマッチョのスナイパーに期待したいですね。絶対にスナイパーが張る状況なんでこのボム落ちは。なるほど。スターメロ木が来た。突っ込んでいったマッチョラークの後ろからのカバーリング2オン2です。青空逃げていっているジュピターの選手2枚とも。ここは引きます。マッチョ強気ですね。いやここはもうマッチョなんだそのキャラか。それ勝つんですか。サイサル拾っています。惜しいサリサキャット。うぇSR も使えるんです。マッチョさあ5対4。リードを作ったのよ桜。ジュピター。さあまたまたあゆうけが出ますけれども、はい、大丈夫かなあゆうけこの角。あゆうけグレネード大丈夫かあゆうけ聞きましたね誤射でしょうか。いやグレネード上に投げて自爆する寸前でしたねギリギリでしたね。さあファーストバッターラークが、しかもボム持ちなんで彼ボムじゃねえや。なんでもないです。嘘ついた表示がバグったなるほど。さあ夜桜めちゃめちゃ停滞してますね。 B に行くか。長屋店員ボム持ちなんでね。この店員がまあメロはずっとエロンが見ていいと思いますけどね。ここはスナビア勝負、スナビアじゃない2番勝負にすると結構痛い思いをする可能性が高いんで、はい、でここでリサキャットが足音を聞いて2番って分かりましたね。これ B に来たという報告も入りました。5on 4人数揺れ夜桜です。店員が設置に入りました。設置成功。さあリサキャットが1枚持っていく。これをカバーする形でザオカス。さあザオカス潰れる。いやーいいタイミングで入ってきたがラミリスさあ行け。ラミリスが、ランドマッチョがユイケを倒して2オン1残されたナメロ SR です。残り20秒どついたいですねこれ。強気に時間がないんで。さあ行くかアメロ残り10秒。んーこの停滞はちょっといらないような気もします。いやーこれ解除間に合わなさそうですね。これ倒したとしても日桜しっかりと時間かけて逃げ切って。いやー倒すんかい強っ。ああ
ここは倒しきりましたが、夜桜がここは作戦勝ちですね。しっかりとじっくりと、時間をかけて解除する時間は与えませんでした。ちょっとメロ普通にするのは強いんでね、はい、あんな停滞せずに強気に動いてよかったと思いますけどね。おお、スナイパー抜いていく。これでヨザジュピターは強気に動けるんじゃないですかね。ちょっとスナイパー拾われちゃったような気もしますけど、ギャーランドがマッチョ持っていく。これでかい。まあ、ここのビアも気づいてると思うんで、しっかりとシフトできてますね。そうですね。ただ入ってきています店員。ああ詰めてきた。とどめ刺しに来るザオカス。相手は4枚、ワンオフォー。1枚目、うん、同時に詰めてきたランド。ここは決め打ちです。ラリング打ち6対5、ジュピターが再び追いつこうとしています。メロのファーストブラッドからの動きが、はい、強いですね。ジュピター、そうですね。こうなるとスナ死んででもいいんで、メロ勝負かけていってもいいですけどね。突っ込んでいく感じですかね。うん、さあ詰めてきている。しっかりとザルカズが反応しました。6対5。いやザオカススモーク抜き。いや、やっぱ警戒すべきザオカスですね。ハムスター相手に AR で打ち勝つんで、本当に旬どけですよね。旬どけですね。残り30秒、人数よりを作ってます。あ、ザオカスのポジションいいですか。さあ、中谷中の打ち合い。リサーキャットのザオカス。ザオカスが勝って、最後はラークが目を潰して7対5。遠距離はザオカスで、近距離はマッチョって形に動いてますね、ヨザクラ。しっかりとその、なんでしょう、連携面が取れてるという。そうですね。7対5、これで、ヨザクラ、リーチとなりました。この攻めラウンド取って、マップカウント 2-0 にするんでしょうか。おっと、ポイントくれ。アンビスのグレード刺さります。さあ、これで、落ちてると思います。そうですね、ヨザクラはもうすぐさまラッシュして、チーズしてもいいと思います。いや、強い、ザオカス詰める。ザオカス詰める、強気。ハンドカーに持ち替えて。いや、いいんですよね、本当に。上がっていく、さあ、フォーン2です。スナがやった瞬間の5枚ラッシュって本当に強くて、これちょっとランポ対イケ苦しいか。突っ込んできたとこを1枚ずつ削っていきたいんですけども、削りましたね。でもここで設置に入っています。成功。さあ、このラウンド落としたら負けです、ジュピター。ちょっとあゆうけ怖いポジションですけど、もったいない。抜かれた。ランポがカバー入っていますが、ワンオンツー人数不利です。そしてそのロングをザオカスが見ています。うわ、勝っていく。ワンオンワン、ここはテインがしっかりとカバー飛び出しました。ナッチ対5、これでマップカウント 2-0。 いや、夜桜強い、すごいですね。サーチも取っていきました。これで次のドミネーション勝てば夜桜ストレートで、2位通過という形になります。 GG。